心思制御学習教材であるニュートバランサー2について紹介するね。倒立心思制御ってあまり聞き慣れないよね。例えば手のひらの上に長い棒を立てていると倒れちゃうよね。これは揺れる支点よりも重心が上の方にあるからなんだ。でも倒れそうになっても手のひらを動かすことで倒れなくすることができるよね。簡単に言うと、棒が倒れそうになると手のひらを動かして倒れないようにする動きを機械にさせることを倒立心思制御って言うんだ。ニュートバランサー2もこの動きを機械で実現しているんだ。ではニュートバランサー2はどのようにしてバランスをとっているんだろう。ニュートバランサー2は写真のように細長いボディで下の方に車輪がついているんだ。このままだと倒れちゃうよね。ニュートバランサー2にはジャイロセンサー、ロータリーエンコーダーが搭載されていて、これらを使って傾きを検出してモーターで車輪を回すことでバランスをとっているんだ。次に使い方なんだけど、製品ページからダウンロードできるバランサー2プログラマで各種センサーのゲインを設定したり、取得したセンサーの値を見ることができるよ。取得したデータを CSV 形式でも保存できるから、後で Excel に読み込ませることもできるよ。便利だね。ニュートバランサー2は NXP セミコンダクターズ社のアームマイコンを搭載しているんだ。もし自分で本格的にプログラムしてみたい場合は、LPC エクスプレッソという開発環境をダウンロードすることで、C 言語によるプログラミングも可能だよ。LPC エクスプレッソ自体は無料で使うことができるよ。NXP セミコンダクターズ社のサイトからダウンロードしてみよう。C 言語でのプログラムに挑戦したいけど、何から始めていいかわからないというあなた。大丈夫。製品ページにはいくつかのサンプルプログラムもあるから、最初はサンプルプログラムを修正するところから始めてみよう。詳しくは製品ページを見てね。理論を理解することも大事だけど、動かしながらの方が身につくものさ。とりあえずやってみよう。他にも面白い製品がいっぱいあるから、よかったらルイストンのホームページを見てね。僕の紹介もあるよ。それじゃ、またね。